阪神は17日、藤浪晋太郎投手がコンオフ、ポスティングシステムを利用して米球界に挑戦することを発表した。兵庫西宮市の球団事務所で島村球団本部長が、シーズン中からいろいろ話し合いをしておりまして、阪神球団として、藤浪選手のポスティングによる移籍に関して、容認するという結論に至りました、と明かした。背番号19は昨オフから球団に米球界挑戦の希望を伝えており、9月28日に大リーグは野球の最高峰。若いうちに挑戦したいと思いを公にしていた。球団は検討を重ねてきたが、岡田新監督の承諾も得た上で容認する方向で調整。今季終了後に本人に結論を伝えたという。メジャーのトップ投手は本当に球速もコントロールも変化球のキレもバケモンみたいな投手がいるのは間違いないんだけど、みんながみんなそんな投手じゃない。エンゼルス中継見てると結構ヘボいピッチャーは多い。メジャーの環境にフィットすれば活躍できる場はあると思う。挑戦を応援します。ただ活躍できるかは別問題です。球速はありますが、コントロールのばらつきが非常に多い投手です。また、MLB では球速のメリットを全く活かせないので、コントロール改善は必至として、落ちる球 OR 球速維持の状態で横に変化する球が必要になります。投手は野手と比較して戦力になるケースが多いので、期待はしたいですが、MLB の試合球は NPB の試合球と比較して若干重く、滑りやすいですが逆に自分に合うケースもあるのでそちらに期待します。今年の日本野球機構 NPB へのポスティング申請期間は11月1日から12月15日。球団からの申請を受理した NPB が大リーグ機構 MLB に伝え、全球団に通知された翌日から藤浪は30球団との交渉が可能になる。契約が成立すれば、阪神は契約額に応じた譲渡金を得ることになるため、米球界の移籍市場の動向も見極めながら申請のタイミングを判断することになる。メジャーリーグと日本野球には気不向きや相性があると思う。日本のトップ選手がそのままメジャーでもトップで活躍できるとは限らないし、その逆もしかり。結果が振るわない際には松井秀喜さんが長距離砲から中距離ヒッターに変貌したようにスタイルを変える必要に迫られる。もちろんイチローさんや大谷選手ですら打撃フォームを変えたことを考えると、メジャー仕様にスタイルを変えることは活躍に不可欠だとも思うが、野茂さんのように自分のスタイルをほとんど変えずに成功するパターンもある。野茂さんも挑戦時には無理だ、通用するはずがないなどと酷評だったが、結果を出した後はメディアも大衆も手のひら返しで称賛をしたわけだし、また近年では沢村投手の例もある。成功するか否かには賛否両論ありますが、私は元々のポテンシャルが一級品の藤浪選手の活躍に期待をしたいと思います。ネガティブに考えれば、自分よりも若い青春投手や才木投手が先発で力を発揮し始め、さらに森木投手という期待値の高い選手も控えているとなると、いよいよ先発投手というポジションを取るのが難しいと感じたが、ポジティブに考えれば自ら環境を変えて再スタートを切りたいと考えたか。基本的にはタイガースのユニフォームを着た選手は応援したい。ただ、多くのコメントにあるように MLB 仕様のボールに順応できるかということ。彼の調子が狂い出した一つの要因に、第4回 WBC の代表に選ばれた時の春のキャンプで国際級で調整を続けたこともあると思っています。この心配が杞憂に終わることを祈ります。球数制限の厳しいメジャーでも特に先発はコントロールが重視される。
藤浪のノーコンは球界でも有名すぎるくらい有名だし、先発ローテーションを期待して獲得する球団はないのではないかな。獲得後に先発を試してうまくいけばラッキー、ダメなら中継ぎでくらいの評価でしょう。毎年9月はポストシーズンの可能性がないチームでマイナーから上げてきたばかりの選手をよく目にするけど、ただ球が速いピッチャーっていくらでもいるんだよね。菊池とかは左なので需要もあるけど藤浪は右。相当厳しいと思うよ。